皆さんこんにちは、増田敏夫でございます。いつも増田チャンネルをご覧いただきまして、ありがとうございます。今日はですね、プーチン生きるか死ぬか正念場ということでですね、お話ししようと思うんですが、まあ、はっきり言いまして、プーチンかなりこのところ追い込まれているわけなんですね。さあ、これをどうするか、跳ね返すのか、負けるのか、失脚するのか、というところのですね、今、正念場にあると、私は見ております。ご存知の通りですね、プーチン大統領、今年2月24日ですかね、ウクライナに侵攻したわけですが、この理由はですね、2014年の3月だったと思いますが、クリミアをですね、併合をしたわけなんですが、これと同じことをですね、今プーチンはやろうとして実際にやったわけですね。ウクライナの、まあ、4つの州があるんですが、これウクライナの南部の方で、どちらかというとロシア系のですね、住民が多い、ロシア語がよく話されている地域と言っていいと思うんですが、2014年にクリミアを併合した時はですね、クリミアで、住民投票でロシアに帰属するかしないかというですね、選挙をやりまして、住民の 93% にあたる大量得票でですね、ロシア編入ということが決まりまして、それをロシア議会が承認する、すなわち批准したということで、現在、クリミアはロシア領として、ロシア政府の、まあ、監督下、行政管区地域ということになっているわけであります。したがって、まあ、クリミアに行こうと思ったらですね、ロシア大使館に行ってビザをもらわなければいけないと。ウクライナに行ってもですね、まあ、仮にビザをもらったとしても入れないという、まあ、そういうことでですね、名実ともにロシアの、領土、ロシアの政治の傘下にあるということですね。で、今、この話題になっているというのはですね、ウクライナの4つの州、これをですね、ロシアが併合するということであります。やり方は同じで、住民投票をこの間2日間ぐらいかかったですかね、住民投票をしまして、いろいろ地域がありますから、まあ、日本に選挙区があると同じようにですね、まあ、選挙区の、まあ、いろいろな、その地域があるわけですね。一番この低いところ、すなわちロシアに、編入することは反対だと。つまり、ロシアに帰属するのは反対だと。賛成だというのがあるわけなんですが、賛成が一番少なかったところで 88%。まあ、多いところで 99% というわけですから、この地域の住民の、住民はもう圧倒的にですね、ロシアに帰属を、まあ、求めているということなんですね。まあ、これはクリミア、2014年のクリミアの選挙の時も同じで、ロシアはですね、西側に、ヨーロッパ、西側ですね、ここに、まあ、安全保障機関がありますから、そこへですね、選挙をするので、監視団を送ってほしいということを要求したわけですね。まあ、選挙が公正に行われたということをですね、まあ、敵味方で言うならば、敵の方にですね、求めて、監視してくれと。その中で選挙をやると、こういうふうに言ったんですが、まあ、西側、すなわち、ヨーロッパの安全保障会議の方はですね、それを断ったということで、まあ、参加しなかったわけですね。で、参加しないで、あの選挙はデタラメだとかどうだとか、まあ、言ってるわけなんですが、まあ、よくある話ですね。で、今回の選挙もですね、同じように、監視団を、求めたんですけども、同じように、これは拒否された。
ということで選挙が終わった後ですね、アメリカをはじめ、西側の首脳あるいはメディアですね、これはもうこぞってこの選挙はデタラメだと不正だというふうに、言って、これはもう一種の侵略だというふうに、論評したり言ったりしてるわけなんですが、そういう割にはですね、なぜ不正なのか、なぜデタラメなのか、なぜ侵略なのかという説明はないんですね。しかし朝から晩まで、マスメディアがですね、世界中で、この同じことを言うとですね、それを聞いてる方の国民というのは、感化されるというんでしょうかね、洗脳されるというんでしょうかね、もう自然に、あれは不正だ、あれはデタラメだ、あれは侵略だと、こういうふうになってしまうんですね。そのためにやってるわけで。で、プーチンの方はですね、そういうことはお構いなしなんですね。どうせ、やられることは初めから分かってるわけですから、涼しい顔をしてですね、着々と法的手続きを取って、ロシアで、この4つの州の帰属を批准する、議会承認をするということは終えてですね、したがっていよいよこの4つの州はロシア領になるわけであります。ロシアから言えばロシア領になるわけであります。ウクライナ、アメリカ、その他ヨーロッパはそれを認めないというわけですから、ロシアの、敵というんでしょうかね、ロシアを侵略だと言って、非難している西側ではですね、この合併は認めないということになっているわけですね。ロシアの方はじゃあどうするかっていうと、正式にですね、ロシアにしてみれば正式に、自国になったわけですから、自国の領土になったわけですから、ここにですね、武力攻撃をウクライナがかけてきた場合はですね、これはロシア本土に対する攻撃ですから、今までとはわけが違うんですね。今までは、2014年にドネツク人民共和国、ルガンスク人民共和国というのが2014年に独立宣言をしたわけで、別に政府ができたわけじゃないんですが、ロシアに親ロシア派のグループがですね、独立宣言をしたと。こういうことなんですね。今度のプーチン大統領の2月の24日のウクライナ侵攻は、この2つの州が、州の独立宣言、独立をまずはプーチン大統領が認めたわけなんですね。ロシアがこの2つの州のドネツク人民共和国とルガンスク人民共和国、この2つをの独立を認めたと。そして、この地域、この地域でですね、ジェノサイド、大量殺戮が行われていると。これは本当に証拠があるんですよ。大量殺戮が行われて、この地域の学校は爆破されて、それから道路には地雷をセットされて、この地域の住民はですね、大勢、殺害されている。れっきとした事実があるわけなんです。これは誰がやったかっていうのはもうプーチンも実は私も分かってるんですが、それは公式じゃないんでですね、言えないんですが、アメリカの CIA に教育を受けて資金援助をもらった民兵だと言うと当たらずとも遠からずということですが、いずれにしてもですね、殺害されたジェノサイド、大量殺戮だと。だこれを救うためということで、進行してきて、今なお戦争をやってるわけですね。その場合と今度はですね、4つの州は、ロシアの領土になったわけですから。で、今度はですね、ウクライナがこの4つの領土を奪還しようということで武力行使をすればですね、これはロシアにしてみるとロシア本土を攻撃されたことになるんですよ。ここが今までとこの4つの州を併合した場合との大きな違いなんです。で、ロシア本土が攻撃されるということになると、自国の安全保障のために核兵器を使うことが正当化されるんですよ。ね。こういうことを考えた上で、この4つの州を法的手続きを取って選挙をやって、そして住民の支持を得て、
そして、この4つの州をロシア領に編入するという、こういう狙いがあって、やってるわけなんですね。まあよく、ロシア、プーチン大統領は核兵器を使うとか使わないとか、その危険があるということはもう今まで何度も言われてきたことなんですが、今回の4つの州の併合によって、初めて、ロシアは核兵器を使うことを正当化する、そういう、まあ、背景、バックグラウンドというものを作ったことになるわけであります。そしてですね、今ロシアが、プーチンが不況に、まあ、苦しい立場に追い込まれているというのは、この、まあ、総動員といいますかね、ロシアの、この、軍隊、予備兵、そういったところに招集をかけてですね、国民に招集をかけて、この軍隊にですね、編入をするという、まあ、一種の総動令を出したわけですね。これでまあ、戦争反対デモとか、まあ、ロシアの軍部の中にでもいろいろ、この反対論が出てくるということで、プーチンが今までですね、90% ぐらい国民の支持を得ていたのが、この支持率がどんどん下がってきたという、これはまあ、プーチンにとって非常に、難しい、苦しいことなんですね。なんでそうなるかっていうと、今まではですね、ウクライナっていうサッカー場でですね、ロシアの選手とウクライナの選手がサッカーやってですね、で、ロシアが点を取るたんびにですね、わー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 と、やれやれと言ってですね、拍手喝采をされてきたわけなんです。ですから、ウクライナでのサッカー試合ですね、ウクライナでのサッカーの試合を観戦してたわけなんですよ。そうしたら今度は総動員令っていうのはどういうことかっていうと、もうサッカーの試合じゃなくてですね、サッカー場でウクライナの人間とロシアの人間が殴り合いの喧嘩をするってこういう話になったんですよ。そうするとですね、若い国民も、あるいは、かつての、まあ、兵隊だった予備兵もですね、全部借り出されてですね、ウクライナに行って喧嘩をしなきゃならなくなるわけです。そうすると、命の危険もあるし、怪我するかもわかんないし、これ、サッカーの試合見てるのとちょっと訳が違ってきたわけなんですよ。ね。これが、プーチンの、この不人気、人気、支持率が、どんどんと下がっているという、何よりの原因なんですよ。だから、プーチンはそういう意味で追い込まれているわけなんです。じゃあ、これを挽回するにはどうしたらいいかと。まあ、いろいろ西側のニュースによると、ロシア軍が敗退したり、ちょっと、ロシア軍の弱みというんでしょうかね。ロシア軍がかなり、その、ウクライナ軍に押されているというニュースがどんどん出てきているわけですが。まあ、これは西側のニュースですから、話半分に聞いてもいいんですが。まあ、いずれにしてもですね、あまり戦況は芳しくないということは事実なんですね。したがって、ここのですね、苦境をこの跳ね返して、そして再び国民の拍手喝采を得るにはどうしたらいいかというと、ウクライナ戦でですね、圧倒的な勝利を収めなきゃダメなんですよ。ところが今の段階では勝利が得られないという状況に追い込まれている。ただ一つの望みはですね、ウクライナ軍には空軍がないんですよ。したがって、ロシアが制空権を握ってるわけですよ。この制空権をフルに使ってですね、ウクライナ軍を空から徹底的にですね、攻撃をするということを多分、プーチンは最後の手として考えてると思うんですが、これをやればですね、自ら進んで喧嘩に加わろうかというのも出てくると思いますね。ここがプーチンの正念場なんですよ。空軍のないウクライナの弱みをついて、制空権を握っているロシアの空軍がですね、ロシアには、まあ、世界的な戦闘機がありますからね、これをフルに使ってですね、徹底的にこのウクライナ軍を壊滅するということをやってのけたら、プーチンはこの苦境を挽回して、さらに人気を高めて、そして世界中からさらに恐れられると。プーチンの望む通りになるのではないかというふうに思っております。